こんにちは。寺君石川です。まっちゃんです。今回はですね、はい、ガマカツさんの案件で、生き島に先ほど到着しました。夜中ですね。夜中、はい、まあ、ちょっと声のとね、抑えめ で今回ね、この生き島に来た理由としては、この島在住の青物のスペシャリストがいるということで、今回ね、お会いして、まあ、いろいろちょっとお話を伺いながら一緒に釣りをしていくっていう形の流れになりますけども、壱岐在住のスペシャルアングラー、まあ、いわゆる青物の達人ですよね。ガマカツさんのシリーズといえば達人シリーズみたいなとこありますけど、あのなんかすごい人らしいよ。釣り人の、なんだろうな、みんなが思う釣り人の理想系の生活をしてるというか、まあ、そうだよね、島でね。そうイメージ的に普通に釣り人だけじゃなくて、まあ、いろんな顔を持ってる方なので、まあ、その辺もねちょっと聞けたらいいなと思います。そうですね。じゃあ、はい、ちなみにね、どこで待ってるかというと、まあ、それもちょっとお楽しみで、そうですね、この後ご対面ということで、はい、行きましょうか。行きましょうか。はい、はいはい、これね、壱岐の町並みを歩いております。眼鏡、はい、かけてるんで、まさにあの本当にいろんなイレギュラーがあったんだろうな、この人って、伝わってると思います。大変でしたね。大変でした。お酒屋さんですか？え？聞いてないですよ。聞いてない。うん。ちょっと開けましょうか。おい。おい。おい。こんばんは。こんばんは。どうもこんばんは。ちょっと中に。はい。お邪魔して。夜中ですんでね。はい、じゃあ改めまして。はい。どうも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。こんばんはでいいんですか？おはようございます。おはようございます。近いですね。ガマカツラグゼのプロスタッフやってます、はい、大川良二と申します。壱岐、はい、出身です。はい、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、大川さんですね。大川さんでした。はい、あのまず1個聞きたかったのは、はい、まあ、どんな仕事されてる人なのかっていう。ああ、それね、よくね、うん、質問されるんですけど、はい、一応今メインとしては宿をやってます。はいはい、うん、だから港屋っていう宿をやってて、うん、ゲストハウスをもうここから歩いて1分ぐらいのところやってて、はい、今年こうオープンして、ここ元の中市酒店で酒屋さんなんですけど、はい、そこを改装して今、うん、宿を経営してます。はい、宿と、まあ、あと近くにカレー屋があるんですけど、うんうん、はい、この T シャツは何なんですか？これ友達がね、うん、作ってる、はい、まあ、キャッティーシャツ。先ほどねお話があった通りで、まあ、港屋っていうゲストハウスを経営されるながら、まあ、釣り人として駅、はい、を中心に、ね、活躍されてる方ですけども、まあ、というわけでね、今回大川さんと一緒に、まあ、6社ですよね、青物の釣りを磯を中心に、やられてるってことで、今回いろいろちょっとインタビューしながら、ちょっとね一緒に釣りさせてもらうような時間もできると思うんですけども、まあ、ぶっちゃけその壱岐ってどんなフィールドなんですか？まあ、壱岐を年中通して魚の数がやっぱ種類っていうか、まあ、数が多いんで、まあ、ヒラスズキだったり青物だったり、あと何といってもアクセスがいいのが分かるじゃないですか。どこかがしけてもどっちかで釣れるとか、ちょっとこう丸いっていうか、南北にどこでも釣りできるような、あの形地形にしてるんで、一番悪いのは、良くないのはポイントに迷うってこと。ポイントがありすぎて、良くも悪くも、そう、良くも悪くもポイントがありすぎて迷うっていうのはあるけど、でもその分通いがいがある島かなとは思うかな。だから何回来てもいろんなポイントに行けるし、開拓しがいとかもあると思いますね。まあ、壱岐以外もね、結構遠から、ね、行かれて GT やられたりとかしてらっしゃるので、もうかなりね、その磯のルアー釣りに関しては、もう本当にね、見てる方もね、お母さん知ってるよって方も多いと思うんで、あの今まで培った経験と、まあ、住んでるからこそ見えてるこう青物の釣り方だったりとか、景色だったりとかっていうところあると思うんですよね。まあ、それをちょっとたまに青物のね、そのいいフィールドに行く方とか、まあ、地元のこう釣りに行かせるように少しでもね、ちょっと掘り下げていければ良いのかなと思っておりますけども。そうですね、はい、はい、どうですか状況は？まだ夏ですよ。ですよね、うん、今年は非常に水温高くて、まだそこら辺でももう湾内でも30度以上あるんで、もうやばいっすもんね、外もね。いいですよ。ということで、魚あんまいません。ようやくなんかちょっと沖には魚気があるけど、岸際はそんなに魚もいないかもしれんけど、人間の方もやられてるんで、そうですね。本当、壱岐の周りにはそんな魚入ってないと思うんですけど、可能性を感じて沖磯に渡って、まあ、潮がちょっと安定してるようなとこで、ちょっとベイトがいれば、チャンスはあるんじゃないかと。てるけど、そうですね、うん、
まあ何とも言えないですね、うん、まあどこも釣れてないんで、うん、ですね、釣れたらもう一番先ですよ。そうですね。まあこの時期ぐらいから大体ダツ入ってくるんですけど、うん、ダツが消えてイルが入ってくればすごいいいかもしれないですね、うん、まあ、状況厳しい中で、まあ、なんとか一本、うん、まあ、平政がね、まあ、すごいメインのターゲットだと思うんですけど、うん、息で言えばまあよくて練り子とか、うん、イサキとかも結構いるんですけど、うん、でかいシイラがね、うん、呼吸のがつけば、まあ、それもそれで楽しいかなと思ってます。あ、なんかこう一匹を求めてみたいな感じで、うんうん、ブッダ折れないように日陰がないんで、うん、いやそうですよね。無風、満月、大潮、うん、終わってますよ。2日目視聴者の方は多分釣り人と思いますけど、うんうん、すね、これやればやるほど分かるこの辛さ。そうですね。だって今日は中秋の名月でに釣りするんですよ。これ魚もね、月見してます ね、今日はね、うん、まあまあその中でも辛い時間が続くかもしれないですけども、はい、まあそうしたら多分大川さんのね、人間性が出てくると思いますので同時にそこを見ていただければということで、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。魚乗るぜ。日の出かみたいな。上陸いたしまして、こんな感じで言いました。見てください。やばいっすね。これ朝日じゃないですもんね、うん、これ朝真面存在しないパターンじゃないですか。そう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 、もう長いことやってるけど、うん、こんな時にあんまり釣れないですけど、でもすごい望みなのは流れてるっていう、うん、あ、うん、ここは潮が結構流れてるんで、なんかワンチャンこうイベントが起きたらいいですよね。イベントって言うんすか。俺の中でイベントイベントって言うんすか。イベントが起きたらいいけど、うん、やっぱこの状況だとジーソよりはジーソよりもちょっと離れた方が可能性としてはすごい増えると思うんで、うんうんうん、ちょっとタックルセッティングを教えてください。はい、今日ですね、はい、まあ大きい魚っていうかな、とりあえず反応見たいんで、うん、まあ、ライトタックルというか昭和ぐらいは WXH と XH なんです。今日は XH で、今日は3号に80ポンドリーダーで、最初はまあ今日はこのぐらいのしか持ってないです。もうベイトがなんかちっちゃそうなんで。ああ、そうなんですね。はい、もうこんな10、あ、本当だ、ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃいって視聴者の人ね、ああそうね、もうでかいルアーやと思うかもですけど、でベイトが多分もうこんなもんなんですよ。大体こんぐらいで行ってみましょう。15-16センチ。ね、俺意外とちっちゃいのも好きなんで。え、しかも P3 号なんですね。そうそうそう、すごい細いタックル。あ、まあルアーのサイズに合わせてですよね、うん、そうそう、6号だと絶対飛ばないですしね、うん、でこんなベタなぎなんで、なんかね、うん、多分朝始めたらそんな関係ないけど、多分明るくなったりとか、こうベタなぎの時は結構こっちの方が食い良かったりします。あー、なるほど、やっぱ糸の細さで変わるんですね、うんうん。ここでかけたら結構やばい。浅いですもんね、左側、うん、あ、でもあ、なんかベイトいた。結構頭入れて巻いて動かすんですね。ああ、僕はどっちかというとそっちで調整しながら、イメージとしては見つけてもらって追わして食わすみたいな。そう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 、まあ最初は多分スローテンポで、はい、際どいところ買ってるこんだけやっててもまだ最初の数とワクワクするもんですか。いや、しますよ。で、だんだん現実に戻ってくるというか。やっぱ、あ、あそこおる、あそこで、あそこでなんか今出た。なんか生命感ありますよね、うん、結構ね、潮が流れてる分、俳優は結構あるかも。大川さん的な一番熱いベイトって何ですか。なんやろう、なんかとにかく大量におれば何でもいいんですけどね。そうなんだ。結局大量に何か入ってれば。必要より量ですね。必要より量。でもやっぱ大きいベイトの方が大きい魚をつくのは間違いなくて。やっぱ島に住まれててもそういう情報って結構難しいですか。もう自分で探すしかないし、なんかあんまりね、人から聞いて、うん、言うよりか自分で探した方が楽しい。ああ、確かに確かに。あんまり情報はもう自分でベイト探しの旅に出ます。
なんか今イメージされてることあります？え、なんか反応欲しいなと思って反応あったら、なんかいろいろ攻めれるけど、うん、基本なんか、なんかしらトップ投げてたらもじったりとか、うん、バシャーって出たり、追っかけてきたりとかするけど、まあそれ待ち、それで不安かったらいろいろ考えるけど、いるかいないかの判断で言うと、うん、あんまりいないって感じですかね。でもなんか今年は最近も聞いたけど遊漁船もほぼ釣れてない。ええー、そうなんですね。平間さんはね、なんか絶滅したっていう噂も聞きましたよ。いやいやいや、マジか。富士満潮ってことは8時ちょい過ぎぐらいから反転するっすかね。うん、今日大潮やけん多分早いっすよ。そうですよね。ポッパーですか？ペンシルポッパーみたいな。え、シングルトレブルなセッティングなんですね。なんかね、ポッパーね、シングルだと結構飛び出しやすいんですよね。あ、こんな感じで。初めて見た。あ、そうなんです。こんな感じで。結構シングルフックですよね。ほぼシングルですね。平釣りの時はもうシングルで十分。トレブルほとんど使うことだもん。トレブルだとあれです。なんかね、うん、スタックするの嫌いなんですよ。ああ、針が他にかかったりとか。うん、もう。特にあの根に張り付くような魚はトレブルを本当にスタックするんですよ、こう手前寄せときとかに、うんうんうん、あれが嫌で。あ、シングルだったことないですね、うんうん、あとはなんか初心者で多いのはスラッグの使い方ですけど、ラインスラッグが糸引けとか、うん、あれを使う、なんかこう緩んだ方がやっぱかかりやすいですね、うんうん、結構張ってる人の方はなんか乗りにくい感じだった、うんうん、もう夜中にイベント終わってる説もありますね。あ、そう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 、大体この満月の時はやっぱ夜来てますよ。ふたまじめとか釣る魚いるじゃないですか、うん、あれ持って帰ってさばいた時とかにね、これ絶対今じゃないやろみたいなのあるじゃないですか、たまに。あれ多分夜食ってるんですよね、うん、もうちょっとあの半分溶けてるぐらいのやつって、うんうんうん、多分夜と思う。逆に満月がいい作用になった時とかありますか？あー、でも満月っていうかやっぱ満月をやけど曇ってるとか、あとか風が吹いたりとか、うん、なんかしらのこうコンディションをカバーしてくれる条件があれば割といい時もあるけど、やっぱこの大潮2日目はなぜか満月は釣れない説が多いですね、うんうん。どのくらい釣り行かれてるんですか？え、基本毎日行きます。青物を狙うのは毎日じゃないけど、いろいろバス釣ったりとか。へー、なんかアジかなんか釣ってる時ありますよね。あー、アジありますよ、あの延べ竿で。イベントですよ。なんかベイトが潮当たってきたもんね、うん、いい潮入ってきますね、ギューと。やってるやってる。これが今日のハイライトか。早い。イワシだ。多分イワシですね。イワシ、うん。ブルメのちっちゃいやつかな。あのぐらいになると結構もうジグになっちゃう。いや、そう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 。多分ダツと思う。いや、青物と信じたい。でもこれがよくあるんですよね。でも出てないっていう表に。ってことで、誰かジグ投げてよ。ジグやりましょうかね。ジグ投げて。というわけで、シュアゴリラ R、お借りしました。100XH ですね。ね、前回使わせていただきましたけど、うん、こちらの竿は初めてなんで、楽しみだね。大川さんがプラグというなら、私はジグ調査班として。やってる、あそこ。あ、こっちだ。あ、イベントが。あれ、ダツやね。ダツがめっちゃ。ダツか、ダツかカマス、どっちか。もう。ちょっと届かんところに騒ぎじゃない。そう。なんなら、もうやらんでほしい。やらんでほしい。届かないところで。届かんところでやらないから。今んとこどこも割と当たってるとこで、バチャバチャやってる、うん。こんなとこでかかってくれたら超嬉しいですけどね。なんもないみたいな。ただこういうところじゃあんまかかんないですよね、意外と。キャッチしづらい場所の方が出やすいっていう。うん、もう絶対かかりやすいですね、もう家庭がいると。これ発射台って言うんですけど。発射台。そう、カタパルト。発射台。発射台を利用
してあげたらやっぱドーンって出ますもんね。取材用に。平正カタパルトが。射出されるんだ。射出されるんだ。プシューって。チャンスはあるかな。でもダツって分かんないですよね。いろんなとこにいるから。うん、あいつらダツについてる。例えば平山さんいたとしても今日釣れたって言ったら明日釣れなかったりとか、うん、日が悪いですもんね。だってまあ明日早いですもんね。潮がどんどん変わってちょっと遠くなりましたね。さっきまで近かったのに、すげえな。帰ってきた。ウニカキスト、あ、これ欲しい。スタシビームや、ね、伝説の T シャツもね、作られてる、うん、急に急になんか宿のテンション急に急に釣り人じゃなくなった、はい、さてじゃあ一回やりますか。そう、ね、朝何だったんですかね。朝のあの雰囲気、うん、あのなんかあれは完全に映えな映え風景映えを撮りに行った感じ。そう朝日、まあああいう風なのは意外と結構想定できていたっていう感じですよね、うんうん、今日から、うん、流れとして、まあ、だろうねみたいな、うん、でまさかのですね、僕らの普段の撮影からすると結構丸一日沖磯に詰め込んで釣りするっていうのが結構常ではあるんですけど、朝返したりとか、うん、午前中のうちに港屋に帰ってきたと。まあでもこういうそういうことですよね。ダメと思ったらもうパキッと切り替えるっていう、うん、雰囲気はねすごい良かったのに、うん、何も起きないっていうのは、うん、もしねなんか沖とかで、うん、バチャバチャやってたりとか、うん、なんかチャンスがあるとちょっと粘って、うん、もう一年を粘ってもいいかなと思ったけど、うんうんうん、あの雰囲気の中結構魚おらんってことは、うん、やっぱ状況変わりづらいかな、うんうん、今からちょっとジーソ周りのとこでベイトが結構いたとこあるんで、うんうん、そこを下げ潮がいいとこなんで、うん、今満潮です、うん、満潮だからそこから狙って下げをちょっと狙っていきたいと思いますけど、うんうんうん、まあそこがね平山さんいるかどうか分かんないけど、うん、まあ、トビウオがね結構入ってるとこなんで、うん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 、これがいたら、まあ、何かしらシーラーなり平山さんなりもしかしたらついてるかもしれない、うんうんうん、その可能性を。なるほど、まあ、粘ってポンって出ることもあるけど、うん、基本はこういう日中とかはいたら絶対反応する、うん、なるほど、うん、それが結構キーポイントって、うんうん、なんかそこで反応するけど乗らないとか、うん、追ってくるけどみたいな時はやっぱ粘ったりとかもするし、うんうんうん、なんかそういう時、まあ、瀬際に、ね、いたらそれで乱眼してもいいけど、やっぱこれ多分もう一発勝負にかけるしかないかな、うんうんうん、まあ、もしかしたら場所変えたら全然違うみたいなこともありえるってことですよね。何、うん、かの反応があればもうちょっと粘ってみるみたいな。あの可能性、うんうん、少ない可能性をこう、うん、拾っていく感じ、うん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 、なんかねしけたりとかやっぱ釣りが絞れるとかなり面白いんですけどね、うんうんうん、どうするよみたいな、唯一潮の切り替わりですね。そう、でもこういう時はほんとマズメと潮の切り替わりだけでもちゃんとその場所に入れるかどうかも大事ですしね、うんうんうん、じゃあその変化を今から見に行くと、見に行って、うん、ウサギだったらそこでちょっと粘ってみようかな。うんうんうん、足りなかった。ちょっとカバンリュック開いてリュックさ。これあえて腸焼きにしてんの。どんぐりがいっぱい入ってくる。うん、そう。おっと何か発見したものです。これでこれがもうこの時期欠かせない。はい。今見つけたです。ボンス払いっていうアイテムでございます。もうこれでズバーって出たら。大川さんどうですか今日の調子は。いやバッチリですよ、やっぱ狙い通り潮が動いてる。あ、本当だ、うん、結構流れてますね。そうだいぶ このぐらいですよね。このぐらい流れるとやっぱダメです。下げがいいのは左からこう流れるんですよ。これ博多流れって言って、博多流れ、そう昔からね博多方面に流れる潮が、これが下げ、そう昔の言い伝えでございます。おお、なんかいましたね。あ、ダツいっぱいおる。あ、出てる。遠いけど。え、出てる、ね。遠いけど。いる。なんかやっぱ飛距離がちょっと大事かもしれないですね。オルワーはいつもどんどん変えられるんですか。はい。なんかやってる感あるじゃないですか。やられてるじゃん。やってる感がある。ま
また出た、あっちの照明で。なんか向こうの一番沖の発射場あるじゃないですか、あそこから、ね、寄ってこないんですよ、ブロックされてる、壁があるんやね、そう、ウォールマリアがあるんでしょうね、あそこに磯作れんすかね、一個ね、俺もいつも案はあるけど、シチリーに作りたいっすよね結構も揺れましたね、揺れました、力が力が力がお母さんの力の人に力が違うか、幻覚がシーラーついてきてたかも、幻覚が幻覚、ジグハン、潮は効いてるか、緩いね、緩いね、来た時が一番良かったかもね、今もう完全に気配ないですもんね、流れもないし、止まりましたね、来た時が一番良かった、ちょっと魚が遠かったですね、そうですね、でも魚が捕食しているってことが分かっただけでそうね、だいぶ進歩、ね、進んだんじゃないですか、あとあの魚をどう釣っていくか、そうドピー感すぎて、波系少しあった方がいいですもんね、風と魚が寄ってこますもんね、そこが問題かな、でも人間側がやばいっすね、いや、本当そうですよ、夏、あ、皆さん気をつけましょう、常夏の太陽、常夏、秋じゃねえっつ、はい、夕方の夕方になったね、おい、まあ見に来た、はい、さっきの場所を上からね、見てるんですけど、大川さんどうですか、いややっぱまだ今潮止まりから上げるけど、まだ上げの潮入ってないですよね、なんか全然昼間来た時とやっぱ潮の角度も全然違うし、入りも全然違うっすよね、ここが一番分かりやすいんですよ、うん、まあ魚の反応も見えますしね、うん、ここね、うんうん、まあね、しばらくを見ながら釣ると状況は変わるかもしれないですけど、プライベートで来られる時もここまで来て流れてない帰ろうみたいになるんですか、よくありますよ、監督ここで塩の監督、現場監督ですね、現場監督、うん、釣りしないってパターンもあるんですね、あります、あります、ここで見て、いや見に来るのって大事っすね、態度グラフじゃ分かんないことありますもんね、やっぱここで言うといい塩っていうのが博多流れですよ、そうそうそう、博多方面左から、ね、左からこうね、これで曇ったりとかちょっと雨降ってくれたりとか何かの変化があればですよね、やっぱそういう変化が釣り結構大事ですもんね、今日でいうとこのこういう状況の変化ってマジで潮しかないですもんね、潮変わり、さっきみたいな潮変わりの、チャンス、もうほんと短いですよね、満月でこういう変化もあんまりないし、別の海だもんね、魚もいないし流れもないし、違うポイントみたい、うん、波っ気があったりとかしたらこういう状況でもちょっとやってみようかなってなるってことですよね、流れがね、晴れるとか、風があったりとか、現場に来ないと分かんないことです、ね、確かに、今日の朝もだいぶずれてたもんね、確かにですね、ここって浅いですか、浅いですよ、手前浅いですよ、で、ブレークが何メーター先かな、30メーターぐらい先になって、30メーターか、今日はちょっと伊東の水道あたりに来ています、まあ、魚がいまいち見つからない状況なんで可能性がゼロじゃないようなところを来ています、まあ、こういうところは潮通し良くて常にこう流れている場所なんで、まあ、変化を打っていく感じですね、なんか潮目だったり、多分大潮でどんどん潮目変わっていくんで、打つポイントも魚のもしいたらポイントもどんどん変わる、まあ、見た感じベイトはちょっと分かんないですけど、ベイトの存在は昨日みたいな感じで、ピチャピチャとかはしてないです、でもまた明るくなって潮のタイミングで魚が見え始めそうですね、ここも月ですからね、夜勤っていうのが夜勤今から朝勤の人たちがそう体調どうっすか、いい感じなんですけど、いい感じだけどまだ反応はないですね、敵が出没してない、敵がいない、またなんか右の押しが強くなったですね、ね、目で見てわかる、お、お、鳥も出勤、鳥も出勤、それはルアーやぞ違うか違うか、動かないで、あ、おらんか、いやでもルアー食い鳥がいるってことはなんかね、なんかあるかもしれない、反応しないっすもんね、いなかったら
うわー、サイズ一気にダウンするよ。しかもクリアやし。そうそうそう、クリアしか持ってなかった。やるよ。ちっちゃいのでやりますよ。何ですか？クリア、クリアっていうか、まあカラーは何でもいいけど。13センチ。ちっちゃ。弱気。弱気な。物語ってる今の状況。うん、弱気。いやー、無風で綺麗やな。海水浴場。うん、めちゃくちゃ綺麗ですよこれ、この風景。すごいですね、右に太陽、左に月があるっていう。そうそうそう。視聴者の皆さん、見えてるの太陽じゃなくて月ですからね。実はあの逆に太陽が昇ってくるパラレルワールドかもしれない、ね。異世界転生した。そうそうそう。もうなんか。ヨガとかできそうですもんね。ヨガ。ヨガマット持ってきます。みんなで。定休日かもしれんすね。月を休むって言ってましたわ。言ってました。ああ。やっぱね。月をなんで、夜勤なんで。やかましいわって感じ。台北を投げないです。たまには安心して食わせてくれて。ダメ絶対。これがいいっすか。ちっちゃいの。大きいの。あ、これがいいっす、これがいいっす。ちょっと2個ぐらい借りてていいっすよ、それも。大川さんとの合作できた。どう、ワザメ、ワザメ、双子座流星群。踊るぞ、これは。踊るエビ、踊るエビやで、これ。ダンシング、ダンシングシーン、ダンシングシーン。いい感じにゴツゴツしてるから、キジハタ降りそうけどね。ね、うん、砂地にゴツゴツ系で多分降ってる。ダンシングシュリンプマジ当たらんもんね。ダンシングもダメ。ダンシングダメやね。よし、揚げ、揚げからの下げ狙い、移動、昨日の場所に。ちょっと大川さんの足取りが速いですよ。見えたもん。見えたらしい。やっぱ上から観察が一番いい。昨日の場所に帰ってきた。行きましょう。よし、はい。さあ、満潮からの下げ始め、うん、ね、やっぱちょっとずれてますね。もう全然違いますね。うん、おー出た。やっぱおるのはおるけど遠いな。あの、あっちの潮目ですか。沖の潮目ですね。遠いですね、あれが寄ってくれば。あれが寄ってこないとダメやけど、ちょっと下さんも撮ったら。風吹いてていい感じだね。昨日と同じ場所ね。ムーブ的には昨日と一緒。潮のね、ズレがあるからちょっと早めにね。ダツが跳ねてる、跳ねてるっていうか捕食してるな。2倍ですね、飛距離2倍。飛距離2倍必要やこれ。なんか1日に2回ぐらいすんげーフルキャストできる、なんかパワーが欲しいですね。必殺技みたいな。溜めて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 、ロックが溜まってそこに溜まるんだ。そう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 。でもやっぱ下げ潮入ったら漁船が来ますよね。でも下げがまだ期待が持てるんでしょうね。うん、おお早い。雰囲気は抜群ですけどね。おお、ダツがすごい、ダツがすごい、ダツ祭りやな。ダツの活性が低いと結構やっぱ全体的にも悪いけど、あダツがまだ追って追っかけてくるならいいっすよね。トラブどうすか。音沙汰ないっすね。音沙汰ないっすね。ダ
がめっちゃ当たってくる。ねえ、やっぱりやばい。入ってこんかな、ね、気配はね、ないっすね。ジグにワーム釣りません。カサゴも釣れん。確かにカサゴ出ないっすね、うん。ファイナルラスト。ファイナルラスト。ファイナルファンタジー。なんか出たね。なんかちょっとだけ気配が。さあ、まだその辺にいてくれ。ダツかな、食った。おー、ダブルダブル。おー、頑張って。あ、これは。おお、やったやった。おーやった。ダブルヒット、ダブルヒット、ダブルヒット。おー、ダブルヒット、ダブルヒット。え、オッパーさんのやつでかくないですか。いやいや、一緒ぐらい、一緒ぐらい、うん、いや、よかったよかった。しかも、いや、よかった。エンディング何話そうとか言うとね。いやー、そうそう、もう終わりやったけど。やっぱイベントありましたね。イベントあった。ダツかーみたいな。ほんと、なんもなかったのに。最後の最後ですよ。結構パーンってちゃんと、うん、入れた、うん。ちゃんとしっかり。レディーゴー、レディーゴー、レディーゴー。カンパチの子よー。レディーゴー。それ怒られないか。割と引くのよ。ダブルヒット、よかったっすね。いや、長かった。いや、本当に誰も言わなかったけど、もう帰ろうかの雰囲気すげえ出てたタイミングでしたよね。よかったよかった。こういうイベントが起きるのもいっその、うん、そうね、醍醐味ですね。諦めなければ、諦めなければ、諦めてたけど。まあでも、ここに来れたことが全てじゃないですか。昨日様子見て、そうだね、この塩だっつって来たタイミングだったから、よかった。ナイス、いやナイス、サイズじゃない、サイズじゃないよ、本当に、本当よね、これですよ、これ楽しいな。いや、出た、でかいよ、出た、でかい、でかいの出た。なんだこの、この違いは。ほら、出てる、出てる、お、出た、出た、ほら、出た、ナイス。おお、やばい、フィーバー、フィーバー。でこい、でこい、うわ、やばい、ダブルダブル、ダブルです、ダブル、お祭り発動、漁が始まった、漁が始まった。やばいやばい、よいしょよいしょ、入荷、いこう、ゴー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 。あ、まだなんか、おー、出た。すごっ、おい、止まんない、止まんない。ダツっとったね。いやー、ダツじゃないと思うけど、頑張ったけど、ご褒美やね、これご褒美、ご褒美イベント発生、ご褒美イベント発生、よっしゃー。わー、ついてる、ついてる、ついてるね、それ。あー、ついてきたか。ちょっと警戒し始めましたね、あのバイトに、バイトに、切な、切なですね、これが、これが切な。はい、実況お疲れ様でした。お疲れ様でした。おお、お疲れ様でした。そうそうそう、本当にね。もうね、これね、本当にやってみないと分かんないですけど、もう今我々ぐったりしてる。夜明け前から始まって、うん、そうっすよ、大潮のバリバリの満月でしたね、うん、満月でしたね。朝マジどうなるかって感じですよね、うん。でまあ、振り返ってみると、まあ、こうしてね、魚と出会うことができたっていうのは、まあ、大川さんからこう見て今回の要因というか、まあ、僕ら赤い岩の戦いって呼んでますけど、うんうんうん、ね、磯にたどり着いて釣果が出るまでにある程度こうストーリーがあったと思うんですよね、うんうん。そこをちょっと、ね、視聴者の方にこう分かりやすく説明してもらえるとと思うんですけど、うんうん、なんか魚があんま酔ってない、うんうん、夏の時期、うん、夏、まあ、海ももう夏ですもんね、うんうん、で魚があんまいなくて、うん、大きいヒラマスとかもいないんで、うん、可能性を求めて、まあ、大きい人だったり、潮通しのいい大きい人の回遊だったりとか、ベイトがいそうなところをピンポイントで探して、そこで様子見ながら、どの潮がいいのか、どのタイミングなのがいいのかっていうのを経験もあるけど選びながらこう場所を選択していくっていう今回したけど、やっぱ通わないと分からんし、そこでちゃんとしっかり見て、見とかないと分からないっていうのが今回も顕著に現れました。そうですね。
まあ、言うても多分1年の中でも、まあ、トップクラスに釣れない日やったと思うんですよ、うん、月もねさんさんと綺麗で炎天下で秋だというのに水温30度近いって、まあ、考える最悪な状況からでも、まあ、もちろんね大川さんのね先ほどおっしゃった通り経験とかもねあると思うんで、ご視聴者の方がねなかなか場所通い込んでないと真似するのって難しいと思うんですけど、でも行っていくうちにこの塩で釣れた、あの塩で釣れたっていうデータが蓄積されていけば、それを真似していくだけですね。そうそうそう、まあ、そんなね簡単にはね釣れないから面白いけど、うん、そうですね、1日2日丸々やって、うん、釣れた時間って10分ですよ。10分ですよでもこれがあるからやめられないですね。完全に武功を上げましたね。武功を上げましたね本当に1000人称ぐらいになるかもしれないですね。武功を上げましたね。マジ武功を上げましたねこれはね、はい、我々、ね、というわけでね、今回ごまかつさんからお借りしました、シュワゴリラ R メインで使用したのは100XH なんですけど、番手としては2つ 100XH と 100XXH、うん、金額帯的にはまあ6万円弱高級ロットのジャンルになるんですけども、使用した感想としては本格的に青物を始めたい人に、まあ、結構おすすめの1本かなと思います。まあ、理由としてはある程度こうキャストができるようになって人だったらどのルアーでマックス飛距離が出しやすい、うん、そんな調子になってて力入れなくてもルアーを投げやすいっていうのが非常に感じられるっていうところと、まあ、ジグとプラグ両方非常に使いやすい、使ってると、まあ、あんまり曲がらない竿なのかなって、多分エントリークラスの青物ロット触った人から、シュワゴリラに手を伸ばそうってなった時に曲がらない竿って印象を持つ方いらっしゃると思うんですけど、魚かけると結構あのサイズのエリゴでもしっかり曲がりますもんね、うんうん、沖磯とかで遠征で青物釣るとかそういう形でどんどんステップアップしていく方にはぜひおすすめの1本かなと思いますね。意外と下に広い、ほんと30、40のジグとかも使ってたし、うん、メーカーさんは8000番クラス、まあ、推奨してますけど今回6000番合わせてみたんですけど、まあ、バランスもそんなに悪くなくて、うん、竿自体が軽いんで所作も非常にしやすいですし、まあ、本格的に青物始めてみたいよっていう人の、まあ、候補にぜひ入れていただくといいのかなと思いますね。今回ねその本当に竿フルベンドするようなね大きい魚はかかんなかったですけど、うん、逆にあのぐらいのサイズを数釣ったからこそその所作の楽なところとかファイトの楽さとかも非常に感じられたので、うん、この炎天下でね、いやそれですよ、ガリガリに体力削られる中でまあやっぱねそのタックルのバランスだったりとか竿の軽さって本当に出るポイントなんで、うん、まあそこはね自分的には非常に感じられたポイントかなと思います。意外とね、うん、XH でも、うん、これでも10キロオーバー楽々で曲げ込めで切るとすごい本領発揮します。なるほどなるほど。特にヒラマサとか、うん、まあ、カンバチもそうだけど、うん、突っ込むじゃないですか、うん、あの時にやっぱ硬いと乗されて、うんうん、でブレイクっていうのが結構使い慣れてない人多いと思うんですけど、うんうんうん、これは竿が結構曲がってくるんです、うん、そのぐーっと曲げて乗されず、うん、上げれるんで竿が結構仕事してくれることは多い、うんうんうん、まあ、今回ね僕も本当に大川さんと一緒に釣りさせていただくのねずっと楽しみにしてたんで、まあ、一緒に釣りできてよかったなと思いながら、まあ、あと本当に楽しい時間を、ね、過ごさせていただいたなと思いますあのカメラ回ってないとこでもねようボケてるんですよ本当に。総括するとあれですね、頑張るものは報われるということですね、うん、一番は。というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、はい、チャンネル登録お願いします。お願いします。いや皆さん、今回お疲れ様でした本当飲み会の始まりいや乾杯本当もう乾杯したいぐらいですよね今からシーズン良くなってくるんで、うん、ぜひ息にもヒラマサとかヒラスズキもいっぱいいますんで、うん、釣りに来てください。お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。